はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルうぷぬしのピヨタです。さあ今回も戦えマッチングアプリやっていきたいと思います。といってもね、今回はバトル要素はなさそうですね。前回で不良少年を、大量発生していた不良少年の一人を、捕獲してね、自分の射程にすることができました。そんなことはないか。まあ、そんな感じでね、全員捕まえて図鑑を完全に埋めて 100% にすることができました。やったね。ということで、それで 100% で何か起こるかなと思ったら始まったイベントがあったので、その前で切って、今回はそのイベント自体を始めるところからですね。これで最終回になってしまいますね、真の。いやー、悲しいもんですね。こちらの動画は2022年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましては説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。博士、図鑑が全部埋まりました。おお、ではいい彼氏が見つかったじゃろ。よかったの。3匹の中から好きな1匹を選ぶのじゃ。てか、もともと彼氏を見つける目的じゃなくて男慣れをするっていう認識じゃなかった？あとおすすめはね、誰だろう、ホスト風とかね、おすすめだよ。個人的に好感度高い。え、まだですよ。あー、どこかにいい人いないかな。え、たくさんの男たちと会ったり連絡取ったりしたんじゃろ。そうだね、メンタルブレイカー待ってたのね。異名がつくぐらい相手のメンタルをね、ブレイクしまくりましたからね。特に博士、お前よくそんな普通に会話できるよな。博士のメンタルバッキバキに折ったと思いますけどね。多分通算50人ぐらい折ってると思うんだけど大丈夫。ちなみにね、多分メンタル折ったランキングで1位2位3位くらいを上げるとしたら、まあ多分博士、中年で、あとはまあ成金じゃないな、小金持ちかボディービルダーかのどれかだね。まあでもこの多分博士で中年小金持ちの3人が多分トップ。この3人がね、かなりコンボゲージ貯めやすかったんですよね。てかまあ博士に関してはコンボゲージを貯めるとかの関係でというか、最後の方までめくっていって出ないから、もうこいつでいいやと妥協した分が多い。さあ、はい。でもなかなかこれだと思える人はまだ見つかってませんね。博士もいいね送ってきてくれたのにね、ひどいこと言うよね。さあ、やってしまったか。何をやってしまった。よく見ると博士の持ってる本にラブって書いてある。何をやってしまったんだよ。え？博士、お前死ぬのか。何もしてなさそうだね。マチちゃん、これはいかんぞ。マッチングアプリの沼にはまってしまっておる。違うよ、マチちゃんはね、人の心を折る快感をね、得ただけなんですよ。つまりド S に目覚めた。やばくね。ね、大丈夫かな。マッチングアプリの沼にはまってるわけはないと思うんだけどね。マッチングアプリの沼？何ですかそれは。あ、なんかこの絵いいね。見たことない気がする。普段のバトルでは見られないよね、これ。マッチングアプリをやりすぎると起きる現象じゃ。好きな子を選べと言ったけれども、誰も彼も魅力的すぎていいとこ取りをした男がいないかを探してしまう感じ。若くて金持ちで表の世界にいるやつみたいな。性格のいいっていう。毎日たくさんの人からいいねや連絡が来るじゃろ。そんな非現実な体験が続くと自分がモテていると勘違いしてしまうんじゃ。なるほどね。なるほど、そういうことか。でもそんなにたくさんの人から来る？一人さ、いいね来ねえしやめようと思ってますっていうさ、やついたぞ。イベント取り仕切ってるね、こんがり焼けた人、もうやめますって言ってる人いてよ。そんなわけないでしょ、これ。
もしいい人がいたとしても、アプリにいる他のスペックの高い人と比較してしまい、あれがダメこれがダメとどんどん理想が贅沢になってしまう。まあありそうだよね。だってこのところにさ、あのイケメンもいればさ、成金もいて、で海外にかぶれた人もいれば、博士もいて、ウェイ系もいればね、ヤンキーに裏社会のドンまでいますからね。うわ幅広。でもね、連絡をできるっていうことはね、せいく表のところで普通にいい彼氏がいたとして、その彼氏が浮気したらね、裏の世界のドンにやってあいつ始末してっていうことができますよね。うん、できますよねじゃないんだけど。さあ、そのスペックの高い人たちと自分が釣り合うのかも考えずにの釣り合うよ、まちちゃんだったら。可愛さで1点でゴリ押しできるよ。そして妥協もできなくなってしまう。だってアプリには男はまだまだ大量にいるし、ここで妥協するのはもったいないという考えになるんじゃな。なるほどね。でもそうか、なんかちょっと賭けみたいなもんですよね。こうマッチングアプリでいいねもらって実際に会ったけど、いやもしかしたら今やった人よりもいい人がまだマッチングアプリの波の中に漂ってるかもしれないっていう気持ちになるってことですよね。まあまあまあ言ってることはわかるよね。さすが博士、マッチングアプリをねいっぱいしてるだけあって経験豊富ですね。だからマッチングアプリには永遠に独り身で住み着いている住人たちがたくさんいるという噂じゃねえ博士。博士はそっと目をそらした。なんだか怖くなってきました。どうしようダメージエフェクト。今まで会ってきた男たちの中にはとてもいい人もいたはずなのに、それも逃してしまったの。これが沼の怖いところじゃ。まあ博士は別にいい人じゃなかったからね。まちちゃん、これからは相手と真摯に向き合うんじゃ。悪いとこだけ見るのではなく、いいところを探すのが大事なんじゃぞ。ピカチュウつってるあれだよね。これからもポケモンゲットじゃぞっていう。さあ、いいところを探すのも大事です。わかりました。危ないところでした。で、博士は自分を売り込みにかかると。これからは誠意を持って頑張り、いい男を捕まえます。マッチングアプリ王に私はなる。もうあれっぽく言いましょう。マッチングアプリ王に私はなる。うん、似てない。クオリティ多分5点ぐらい。いや、マッチングアプリは王を目指すのではなく卒業を目指すものなんじゃがの独り身になるっていう宣言されてますけれどもね。さあ、こうしてまちちゃんのマッチングアプリの戦いはまだまだ続くのであった。まちちゃんのマッチングアプリはまだまだ続く。 To be continue っていうね、まあ感じですよね。プレイありがとうございました。まだアップデートの予定もありますので引き続きお楽しみください。ほー、でも一旦ねここいらで終わりですね。このアプリはダウンロードしたままにしておきましょうか。いやー、でもいいですね。おーおーおー、 100% ですよ。いやー、頑張った甲斐ありますね。で、写真館こんな感じでね、各キャラクターが対峙できます。いいねだんだん身長が高くなってる気がする。でもなんかこう順々にやっててもなんか急に身長が変わったとかいう違和感があんまり感じられないのはいいね止めたところが筋トレマンだ。いやでも個人的にホスト風が好きなんですよね。このホスト風、ホスト風僕これ好きま、今後ねこのやつを使ってまあアップデートされたら続きをねやっていくんじゃないかなと思います。もしかしたらね来年の A 版企画にアップデート後のこれが返ってきてるかもしれませんね。いや、それはそれで楽しみですね。それではここまでのご視聴ありがとうございました。 A 版企画はまだまだ続きますのでご視聴よろしくお願いいたします。それではじゃあね。